西村経産省の職員が作成した西村大臣出張時の注意点と題した文書には大臣はお土産の購入量が非常に多いため荷物持ち人員が必要といったほか駅構内で夕食を購入するために 弁当購入部隊とサラダ購入部隊の二手に分かれて対応などと具体的な対応方法が詳しく書かれています。気を聞かせてですね対応してくれたものと称賛しております。まさに行政官が奉仕すべきは国民でありますので本来の公務に支障がないように、そしてまた過度な負担とならないようそんな過度に私に気を使う必要はないわけですし。 西村大臣はこの文書が福島県への出張の際に作られたと認めた上で今後、作成する必要はないと職員に伝えたことを明らかにしました。福島の復興は今申し上げたように最重要課題でありますので私自身できるだけ現地の産品も購入をしたいとその買い物について何か気を利かせて対応してくれたんだろうと思いますが もう過度にそのように気を使ってもらう必要はないと西村大臣をめぐっては新型コロナ担当大臣の在任中所管の職員の1ヶ月の残業時間が最長でおよそ378時間と過労死ラインを大幅に超えたことが問題視されました